このチャンネルは徳島ヴォルキスの勝利への道です。この動画を見れば今節の試合内容とチャンネル解説者が選ぶ徳島ヴォルキスの MVP がわかります。最後まで見てください。それでは徳島と秋田の対戦を解説します。スタメンです。結果とスタッツです。この試合でも徳島はコーナーから失点します。今シーズン初めからの課題のコーナーの守備がラストの試合でも出てしまい、試合を難しくしてしまいました。徳島が取り組んでいる崩しが見れたシーンの77分のシーンをピックアップ解説します。最後まで見てください。ピックアップ解説、77分のシーンです。徳島は1点ビハインドで攻勢に出ます。両サイドを広く使って秋田の選手間を広げていきます。内田選手の持ち出しから渡り選手へのピンポイントクロスを入れます。渡り選手のボレーシュートは枠に飛びませんでしたが、徳島が取り組んでいる崩しが見れたシーンでした。ゴールという結果を出して欲しかったです。チャンネル解説者が選ぶ今節徳島ヴォルキスの MVP は徳島ヴォルキスサポーターです。今シーズンラストの試合を雨の中最後まで応援しチームを支えてくれました。来シーズンも共に応援していきましょう。皆さんはどう思いましたか？コメントに書き込んでください。再生リストに徳島ヴォルキスのチャントや戦術解説もあるので見てください。チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。